はい、どうもでございます。親父でございます。親父のお昼ご飯じゃないな、晩ご飯の時間です。今日もうね、続けて2回悪いことが起きております。まず冷凍にしてたね、タッパの蓋がね、割れました。そして今これを食べようと思って、そ、巨そうめんなんですけど、めんつゆを作ってきたのはいいんですけど、慌ててこぼしました。いただきます。うん、そしてわさびがなかった。一応3玉茹でた。うん、うまい。やっぱりイボの糸が高いだけあってうまいね。他のも普通にうまいんだけど、ちょっといくわ。しかし悪い時は続くわ。まあでもそうめんは美味しいし、考え方一つでいい人も言えるね。うん、いや進むわ。そうめん氷作っとけばよかったね。ほんと急にやろうと思ったから、だからまあわさびもなかったし、でも美味しい。悪いこともあったけど、いいこともあったし、明日はもっといいことがあるかもしれないからね。うん、とても美味しかった。今年初そうめんじゃないな、一回安いの買ったんだ。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。これからね、そうめんが本当美味しい時期だと思うんで、皆さんもいかがでしょうか。ご視聴の方ありがとうございました。おやじの食卓へ足を運んでいただきありがとうございます。それではまた。バイバイ。